こんにちは、ゆうぽんです。今日はですね、筆箱の中を紹介していきたいと思います。はい、今現在使っている筆箱がこちらです。あれですね、なんだっけ、クムじゃなくて、これ、KEPT っていう、はい、こちらのね、筆箱を現在使っております。この筆箱は確かね、視聴者さんからね、確かいただいた、筆箱だったような気がします。なので今日はね、筆箱の中身もちょこっと変わったので紹介していきたいと思います。今日めっちゃね、久しぶりにね、ハーフツインしたの。めっちゃ久しぶりに。いいね。はい、では、まずこちらの筆箱なんですけど、確かね、これね、プラザにあったような気がする。うん、わかんない。はい、じゃあまず最初に消しゴムなんですけど、消しゴムね、ちょっと私工夫しましてですね、こんな風に袋の中にね、消しゴムを入れてます。多分さ、これなんで入れてると思うってみんなに聞いたら、大体みんなわかると思う。消しゴムって、消しゴムのせいで筆箱の中がね、汚れたりするんですよ。中でも消し消ししちゃって、傘が出てきちゃって、筆箱の中が汚くなってしまうので、まあこれはね、もうちょっとちっちゃい袋ね、入れたいんだけどね、ちょっともうどこに置いたか忘れちゃって、ちょっと大きいものになってるんだけど、この中に入れてます。みんなもね、ぜひね、これやった方がいいと思います。これのおかげでね、筆箱の中ね、全然汚れてないので、おすすめします、こちら。で、そして続いてこちら、写真ですね。まあぶっちゃけ写真とかそんな変わってないんだけど、写真 HB です。筒状。なんか水筒みたいな。これどこで買ったっけ？こちらはですね、コクヨさんですね。コクヨさんから出ている写真。まあ私ほとんどね、文房具ってコクヨさんの文房具しか使ってないんですよね。はい。これめちゃくちゃ便利ですよ。可愛いし。で、それで続いて、私シャーペンはね、結構昔はめちゃくちゃシャーペン、何本だっけ？最高ね、中学生の頃は、6本とか7本とかだったんだけど、最近からはもうこちら1本になりました。何のシャーペンかというと、こちらですね。透明、まあホワイト、クリアな色のシャーペンを持ち歩いてます。まあ何色にも染まってないシャーペンですね。これはシャープ0.5。私0.5を使ってるんで、ちょっと英語読めないけど、ここのメーカーですね。これも確か視聴者さんからいただいた文房具なんですよね。結構視聴者さんからいただく文房具、めちゃくちゃ使いやすくて、もうほぼ自分が買ったやつじゃなくて、ほぼみんなからもらったものを使ってます。なぜか。はい、そして続いて、ボールペンです。はい、こちら。このボールペンね、確か中3の時に買ったボールペンなんだけど、物持ちが良すぎてね、ずっと使ってます。黒ボールペンと赤ボールペンとかと比べると、そんなに頻繁に使わないから、なかなかね、インクがなくならなくて、ずっと使ってます。で、このペンはね、めっちゃ可愛いね、これ。わー、わー、わーとか遊べんの。あんま遊ばないけどさ。プラザかな、これ。確かこれプラザで買ったような気がする。で、続いて、もうどんだけボールペン持ち歩いてんのって。もうこれは別だよね、このボールペンは。これはですね、私のね、愛する人のお顔が入ってるボールペンなんですよね。そう、このボールペンで言うてあんま使わないんだけどさ、なんかもったいなくて。なんかさ、やっぱさ、こうさ、文房具でね、顔があるとやっぱ持っていきたくなっちゃうわよ、そんな。で、そして続いては、無印ですね。こちら。なんか、前は、黄色と赤と青持って行ってたんだけど、黄色はやめて、もうね、赤と、青にしました。無印ですね。もう、こちらもね、ものすごく使いやすいので、もう無印のペンはね、もうかなり愛用してます。で、続いても無印、こちら、水性サインペン、うぐいす色。こちら結構前にね、新商品としてね、文房具出てたんですけど、その、まあ、うぐいす色の方をね、よく使ってます。まあ、なんでうぐいす色かって言ったら、まあ、やっぱ緑だからっていう。まあ、どちらかって言ったらママポンのね、推しのカラーなんだけど、まあ、でもうぐいす色めちゃくちゃ好きなので、こちら持ち歩いてます。でさ、こういうペンって何かとね、勉強するときとかにあるといいんだよね。だからテスト勉強とかのコツ、まあ、バカが教えて申し訳ないんだけど、やっぱ好きな色を使うと覚えやすいっては言うよね。だからよく青ペンとかはよく暗記しやすいって聞いた。で、続いても、これは定番の定番です。もうなかったら、もうユーポンじゃないよね。マジで。中1から、中2からだっけ？中2からもうね、マイルドライナー大好きだったから、もう入れてます。ただね、ちょっとね、メンバーが減りました、一人。辞退しました。やめてしまいました、このグループ。黄色がね、いなくなってしまいましたね。なんか、高校に入ってから、
黄色ってあんま使わないなと思って、なんかとりあえず青と赤とグレーさえあれば、もうなんかやっていけるわと思って、なくしました。そう、まずこちらグレー。で、青もね、今までと違う青でね、まあ、前の筆箱紹介と一緒か。アクアっぽい？なんか明るい青。で、あとは、この赤はね、変わってないです、ずっと。中学生の頃から。マジでいいよ、本当に。マイルドライナーは、おすすめします。ちょっと色見せようかな。実際書いてみたんですけど、これがマイルドライナーの青。で、これが赤。で、グレー。で、これが無印のうぐいす色のペンなんですけど、もうどれもね、かなり落ち着いた色なんですよね。私がね、持っていく文房具って、だいたい落ち着いた色しか持っていかないので、まあ、マイルドライナーとかそこら辺になるね。蛍光ペンとかはね、マジでね、持っていってないんだよね。持っていったことあんのは、小学生の頃ぐらいかな。それ以外は全然持ってったことないです。はい、それで続いてこちら、めちゃくちゃ傷ついてる定規ですね。見ますかこれ。わかんないかな？めっちゃ傷ついてんだよ、これ。そう、それだけ愛用してる。これはね、ダイソー。前はね、無印のやつ使ってたんだけど、やっぱり、こう、センチを見るのにも、この定規なんだよね、私は。そう。あと、うるさくないのが一番いい、このタイプで。めちゃくちゃ傷ついてるもん、私の心の傷みたいに。で、そして続いて、これは、まあ、なんつうの、やっぱ、顔が見たいっていう。キーホルダーとかさ、持ってってもさ、缶バッジとか、で、傷ついたらおしまいじゃん。一回ね、全然違うグッズなんだけど、中学の時の、まあ、何かのグッズを避けていったんだけど、学校に落としちゃって、で、なくなっちゃったのね。で、そこからもう、あ、グッズはつけたくないなと思って、もうこういう感じのやつにしました。それがお前の使命だった。だから、言われてるような感覚になって、やりたくなるんですよね。不思議と。効果ありです。はい、ということで私の筆箱の中身はこれで以上です。いや、どうです？なんかさ、年々年を取るとともにさ、文房具減ってってるよね、私ね。え、寿命が減ってってるってことなのかな。そう、結構ね、中も減ってってるなと思う。あ、でさ、一回見てほしい、うちの中学生の頃の筆箱。おっきい筆箱2個持ちだからね。マジで何持ってってんのって感じだよね。え、何持ってたの、あの時。まあ、高校生最後の筆箱紹介は多分まだ、これが最後かもしれない。高校生最後の筆箱。ね。ただ、筆箱を変える時があれば、また紹介すると思うけど、とりあえず今のところこれが最後かもしれない。やだ。はい。いやね、でもね、今回の筆箱紹介で、ぜひ参考にしてほしいのはこれね。なんかさ、こういうのあるよね、ドラマで。刑事がさ、犯人の、なんか銃の弾とかをさ、なんかこうやってさ、これがお前が売ったやつだろみたいな。なんかやってそうだよね。本当に、そんな感じ。でもね、これは本当にね、ぜひ参考にしてほしい。まあ、多分やってる方もね、いっぱいいると思うけど、そう、まあ、ぜひやってほしいね。こういうね、スリーブとかと迷ったんだけど、やっぱこういうのってさ、マスキングテープで留めて、いずれはさ、マスキングテープって粘着がなくなっちゃうじゃん。で、それを考えた時に、あ、こういうなんかチャック系の方がいいなと思って。ジップロックじゃないけど。だからこれにしました。はい、ということで高校3年生の筆箱の中身の紹介でした。またね、何かね、なんかリクエストがあったらぜひ教えてください。お部屋紹介以外だったら何でもやりますので。あ、何でもはやりません。ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぱん。